それではまずはじめに科学技術振興機構理事の川上よりご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。急に秋めきまして、本日は若干雨模様でございます。遠いお台場の未来館まで皆様方お集まりいただきましてありがとうございます。私ども JST でございますけれども、文部科学省が平成18年から22年度まで、やっておりました統合データスプロジェクト、それから、JST が平成13年度からやってまいりましたバイオインフォマティック推進センター事業バード事業ですが、これを、今年一本化をいたしまして、4月からバイオサイエンスデータベースセンター NBDC を、立ち上げさせていただきました。ご案内の通り、そのライフサイエンス分野の、統合データベースの統合ということ、これは大きな課題でございまして、これをそのやっていくためには、その、文部科学省 JST が、2人で一人相撲を2つ取っていてもしょうがないわけでありまして、内閣府をはじめといたしまして、関係府省、関係機関、いろいろな方々のご協力を得て、オールジャパンの体制でやっていかなければいけないわけでございます。ということで、従来からその内閣府の総合会議室会議におきまして、ライフサイエンスプロジェクトチームが設けられてきております。本日のこのシンポジウムでございますけれども、その、プロジェクトチームのリーダーであります本所先生にも、お越しをいただいてきておりますが、この、プロジェクトチームにおきまして、真の統合データベースの実現に向けたさまざまな観点のご助言をいただいておりますし、またこれからのこととしましては、まずはその NBDC を作らせていただいたわけでございますけれども、恒久的な統合データベースのあり方についてさらにご検討いただくということになっているわけでございます。これに先立ちまして、そのデータベースの統合に向けた取り組みを、実のあるものとしていくために、2年前になりますか、2009年から10月5日を15ですから統合の日といたしまして、ここ3年間、この2年間は情報システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンターの主催で、こういったシンポジウムを開催をしてきたわけでございます。先ほど申し上げましたように、JST が今年から統合して、まとめまして、NBDC を作りましたので、本日、今年の、統合の日のシンポジウムにつきましては、JST が主催をさせていただきまして、従来のライフサイエンス統合データベースセンターをはじめといたしまして、医薬基盤研究所、農業生物資源研究所、産業技術総合研究所、4つの機関の共催で、本日の、シンポジウムを開催させていただくという形に、させていただきました。本日のテーマはライフサイエンス分野のデータベース統合の形を探るという、テーマでございます。これから NBDC の、事業として、まずは3年間でございますけれども、統合の形を作っていきたいというふうに思いますので、関係者の皆様方ぜひご協力をお願いしたいというふうに思うわけでございます。本日のプログラムでございますけれども、後ほど基調講演がございます。慶応義塾大学環境情報学部教授の、萩野達也先生から、データの公開と共有をより効率的かつ実践的に行われるようにするための技術リンクとオープンデータについて、お話をいただき、また東京大学大学院工学研究科、東京大学地球観測データ等融合連携研究機構教授の、小池俊夫先生には、地球観測予測データにおける統合の取り組みについて、お話をいただくことになってきておりなっているわけでございます。公的な研究資金で得られたデータ、
これは、公共財であるわけでございますので、これを共有化し、いろいろな方に使っていただくと、それによって、ライフサイエンス研究全体が発展をしていくということは大変重要なことでございまして、基調講演の後で、研究およびこういうデータベースの整備をいろいろやっていただきいております各機関の皆様方のご発表を、いただくことになってございます。統合データベースの充実に向けて忌憚のない、ご意見を交わしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。本日1日でございますが、夕方には懇親会の予定をされてございます。懇親会まで含めて、議論を活発にいただき、実を挙げていただければと思う次第でございます。主催者に代わりまして、ご挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いいたします。